皆さんこんにちは、アンナです。皆さんお元気でしょうか。最近は台風がたくさん来てるんですけれども、皆さんはご無事でと願っています。で、本日なんですけれども、夢にも見てなかったことなんですけれども、本日はなんとなんと初めてお相撲を見に行きます。キャー、もうなんか本当に夢も見てなかったので、ですごくこうワクワクと緊張感もすごくもう高まっているので、本日は特別に着物を着てお相撲を見に行きたいと思います。皆さんにもぜひお見せしたいので、まあ、できる範囲なんですけれども、少し撮影しながら本日の様子を撮れたらいいなと思っています。ぜひぜひ最後までお付き合いください。着物を着るのに浅草に来ていますけれども、で、まあ、ちょっと静かなところに入ったんですが、結構浅草はすごく混んでいて賑やかで、外国人も少しずつと戻りつつあって、観光客がとっても増えています。静かなところに入ったんですが、でこれからお着物なんですけれども、今回は保紋着にしたいと思って予約したんですが、ちょっとどういう着物になるかまだ不安で、で、まあちゃんとしたものにしたいんですが、レンタル着物でちょっと失礼します。入ってば着物に変身したいと思います。レンタル着物屋さんの隣にとっても素敵なレストランもあって、あれ今度入ってみたいなと思いました。着物を選ぶのも結構一仕事で、最初入った時には店員さんに、まあ年齢とか何か場所を考えて選んだ方がいいんでしょうって相談したところ、いやでも好きなものを選んだ方がいいんじゃないと言われて、ほっとして好きな柄を選びました。こちらは一生懸命何か喋ってるんですけれども、残念ながらなぜか音が取れていませんでした。まあとっても感動してた時なんですが、やはり着物は素晴らしい、素敵だなっていうことでした。はい、では行ってきます。そして写真や動画を撮ってくれる方がいなくて、とっても残念っていう話もしていました。はい、待つだけ。ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。いいえ、very good。着物を着ると周りの方からとっても注目されてて、とっても恥ずかしかったです。皆さん、ですね、まだお相撲にはついてないんですけれども、途中にはすごく綺麗なお姉様たちがいて、外国人の方で浴衣を着てて、で写真撮っていただいて、もう本当に嬉しかったんですが、あとちょっと一言を言ってくれるそうなのでこちらです。こちらですになります。じゃあまずは、ちょっと聞きしたいのは2つですね。どこから来たのか、あと来たばかりみたいなんですけれども、日本の好きなところは何でしょうって聞きたいと思っています。では行ってまいりたいと思います。So guys, tell me please where are you from? Which country? The Netherlands. The Netherlands? Yes. Oh, wow, really? Wow, so you are students here in Tokyo? Yeah. And you came here like a few months ago? 2 weeks ago. Two weeks. Oh, okay. I'm here 4 days. Only 4 days? Yeah. Oh, wow, really? So how do you like Japan? Very nice. Very nice. Oh, really? Like it's very friendly
very friendly. Yeah, oh, the food is amazing. Amazing food, friendly people. Yeah. Yeah, everyone is friendly. Wow, it's so great to see you today, and thank you very much for talking to me. Yeah, and I hope you will have a great stay here in Japan from now on. Yeah, thank you for today. Bye. Bye. やっとやっと両国に着きました。たくさんの旗が飾られています。ドキドキしながら国技館に入っていきます。こんなに近くて、しかもたくさんの力士さんを見たことがなかったので、感動が止まりませんでした。誘ってくれた方には感謝感謝ばっかりでした。色鮮やかないろんなシンボルやスポンサーマークなど履いたエプロンですね。力士が絵のように見えました。戦いも結構な迫力がありますね。筋肉の山が2つが争ってるみたいです。体もとっても柔らかくてびっくりですね。そしてびっくりしたのは、お弁当もつく席なんですね。飲み物とかビールでも OK だし、それ飲みながらお弁当食べて、焼き鳥を食べて、お相撲を見るのは最高じゃないですか。正座はやはりきつくてきつくて、まあ、一生懸命着物を着てるので綺麗に座ろうと思ったんですけれども、やはり座敷は大変で、一度立ってお散歩しました。こんなに近くに見れて本当にラッキーでしたね。やはり大きいです。まだまだ厳しい戦いが続いています。わあ、大変そう。私みたいな外国人でお相撲あまりわからない人でも、結構それだけの迫力があるイベントに参加するととっても盛り上がります。次は優勝式が始まります。
表彰状が800人以上から授与されました。表彰状内閣総理大臣杯玉鷲一郎殿、あなたはいろんな方やそしていろんな国の大使館から贈り物があってとってもびっくりしました。1年分のビール飲み放題とかマカロン1年分、そしてガソリンもありました。マカロン1年分欲しいな。そしたらお相撲さんみたいに大きくなるのかな。はい、皆さん、本日はお相撲は終了となりました。本当に初めてですごく衝撃的というか感動的で、やはりこうやって近い席で見ているととても迫力があって、まあ、何か今でもすごくワクワク感が止まらないです。最高でした本当に。で、着物もやはり素晴らしいです。もう和服は何でしょう、その背筋を伸ばす着物にふさわしい歩き方するとかマナとかいろいろあるんですけれども、まあそれも自分磨きっていう感じなんですけれども、すごくやはり和服は最高に素晴らしい綺麗だと思います。あともう一つ思ったんですけれども、やはり元気ない時に和服を着るといいかもしれません。そのストレス解消の方法の一つかもしれません。まあ私的にはそうですね。もう本当に一瞬でふわーってすごくわー笑顔になりました。とっても綺麗でした。で、お相撲の時にはやはり正座はとっても大変で、まあちょっと練習しなくてはいけないなと思いましたっていう感じです。まあ本当に素晴らしい一日でしたので、皆さんも最後まで見ていただいて見守ってくれてありがとうございました。またぜひ次回の動画でお会いしましょうね。またチャンネル登録といいねボタンもぜひお願いいたします。また今度お会いしましょう。バイバーイ。